復帰を発表された夏すみれさんにお越しいただいております。どうもよろしくお願いします。どうもハライビリワン。英語でやります。今日英語で、はい、英語で行けるところは行きたいと思います。マイネミーすみれ夏、よろしくお願いします。もう終わった、はい、この20代を最後の日を、まあ、リングの下から見てるっていうのはちょっとやっぱり寂しい部分があったんで、あ、じゃあお前らが言う通りビッチになってあるよっていう飲まずっていうパッケージで海外でやっぱね大会なり試合なり開くことができたら、うんうん、どこの国でも行きます。どこの国でも行きます。お酒が入ってないとこんなんなんですよ。すいません。今日は昼の夏すみれ夏すみれの噂をこういろいろとリサーチしてきて、はい、ここでちょっと真偽のほどを本人に確かめたい。それはもう本当と玉は触ってないっていう、はい、旅行で行ったけどちょっとあのギャンブルでお金使いすぎて帰れなくなって帰りの交通費がなくなったから、うん、クローゼットというですね、それは半分正解です、ね、半分、はい、あのクローゼットではないです。クローゼットに入ってたキャリーケースの中にで、もう酔っ払ってたから、これは正直確証はないんですよ。いろんな状況証拠で多分そうであろうっていうだけなんで記憶は一切ないんですけど、うん、交差点のど真ん中で、うんこれも本当ですね。本当、それもでも酔っ払ってて道の交差点で私がこう大の字でウェーって寝てたんですよ、うん、もう動けないって言って、はい、もうずっと長い間お待たせいたしました、夏すみれ2年ぶりにプロレス界に戻ってまいります。